Come on, come on, come on!
2番ライト伊藤です。4回の裏、龍高校の得点は1点です。
達也くん、ナンバー9に変わりまして、勝俣康平くん、ナンバー13が入ります。B 球場第3試合、鳥取県立倉吉東高校と福島県立朝霞黎明高校のキャプテンはオーダー用紙を持ってバックネット裏までお越しください。7番サード佐藤雄一くん、ナンバー11。関西大倉高校の選手の変更をお知らせします。8番前川俊大くんに代わり、石田純次くん、ナンバー29が入ります。Yeah!
中高校の選手の変更をお知らせします。ピッチャー、萩原良太郎君、ナンバー18に変わりまして、佐藤圭也君、ナンバー3が入ります。ファウルボールにご注意ください。
ご覧のように、ただいまの試合は7対0で、静岡県の桐生高校が勝ちました。南陽市向山公園ソフトボール場 B 球場第3試合は午後1時35分開始予定です。試合開始までしばらくお待ちください。ここで他球場の途中結果をお知らせいたします。 C 球場第2試合東京都京華高等学校京華高等学校対岩手県盛岡中央高等学校4回裏を終了して17対1で岩手県盛岡中央高等学校がリードしています。今回終わったら、裏にバツ入れやなかった。